まず今回遊びやすい動きと、後継作率を生かすために突破型のゲームフローというのを採用した形となっております。まず46分の1で大当たりを引き、その後に、キクリお祭りスロットを目指します。でこのキクリお祭りスロット中に大当たりをすることができれば、継続率 90% のお祭りラストに突入という形になっております。で今回一番大事ですのが、このキクリお祭りスロットで、大当たりを、当たることができるのか、突破できることができるのかというのがお祭りラスト突入の鍵となっております。CR 地獄少女2キクリの地獄祭り FPA は大当たり確率69分の1、各辺突入率は 100%、 以下ご覧のようになっております。